りはそうだな、まあ、妥協しないってことかな。はい、はい、こちら7番の醤油です。カルビラーメンです。あの妻、こっちはうちの、娘。はい、メニューが多い方がお客さんも選択の枠が多くなるんでね。時間のかかるメニューはやらないけど、自分ができる範囲で早く出せるメニューを一応考えて、今のメニュー、ランチメニューになったらね。7番いってください。はい、この7番、ランチセット7番の7番醤油ラーメン焼肉ライス、7番の醤油で、はい、はい、はい。7番。お待たせいたしました。はい、こちら7番の醤油です。
待たせいたしました。カルビラーメンです。おはようございます。はい。いただきます。はい、すいません。いただきます。最初から今もメニューがほとんど変わらない。あ、多少増えたメニューもありますけど、前はね、もっとメニューあったのよ。自分だけの力じゃもうこなしきれないんで、結構メニュー削ったっていうのもある。メニューに関しては自分がこれが一番、このメニュー、この料理がこれが一番美味しいんじゃないかなと思うのも一応自分で提供してるつもりだけど、うん。次の世代にあのバトンタッチするときはもう 今現状の味を完全に提供できるように、そういうことで今教えている最中。せっかくね、30年以上ここで英会でやってきて、お客さんにもいっぱいついてきてもらったんでね、なるべく味を変えないように、自分がいなくなっても今のままの味を提供できるように、そういう思いで今あの教えている最中なんだけどね。自分がほら、引退したら、あとは何やっても無事の口出さないし、はい、後でね、人に任せて、はい、こんな感じですかね。はい。